今回の動画では腰痛座骨神経痛の最大の原因である反り腰をこの動画1本で根本から解消する方法をお伝えします。この動画を最後まで実践することによって何をしても解消しなかった反り腰が改善し、特に朝起きた時の腰痛座骨神経痛が改善し、骨盤も矯正されるので、今まで詰まっていた血液リンパの流れもドバドバ流れるようになって、ぽっこりお腹や下半身太り、冷え性、これらの悩みを解消するエクササイズを紹介します。確認としてこのように仰向けになってもらって、手のひらが背中の後ろにどのくらい入るかチェックしてみてください。この時に手が入らないよって方は OK です。逆に手のひらがすっぽり入ってしまう方は結構やばいです。この時に手のひらがすっぽり入ってしまう人は反り腰になっていて、腰痛や座骨神経痛、お腹もぽっこり出てきて手拭けやすい状態です。でも大丈夫、これら全ての悩みを改善できるようなエクササイズをこの動画1本にまとめましたので、一緒にやっていきましょう。まず1つ目はお尻の筋肉を伸ばしていきます。この筋肉が固まってしまうと骨盤もどんどん前に倒れ出てしまうので、しっかりと伸ばしていきましょう。このように座ってもらって膝の上に足を乗せます。このままぐーっと背筋を伸ばして膝を胸の方に近づけていくと、お尻のこの辺り伸びてくると思いますので、この状態で20秒間キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。今度はこのまま足を倒してもらって、もう一度膝を体の方に近づけていきます。で、背筋を伸ばして体をねじっていくと、お尻の奥の筋肉伸びてくると思いますので、この状態で20秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。この筋肉が原因で腰痛になっている人めちゃくちゃ多いです。18、19、20。はい、 OK です。続いて反対側も同様に行います。足を乗せて背筋を伸ばします。このまま20秒間キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。このまま足を倒して胸に近づけていきましょう。で、体をさらにねじっていくとお尻の方伸びますので、これで20秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。続いて2つ目は内ももの筋肉を伸ばしていきます。この筋肉も骨盤の前にくっついているので、固まってくるとどんどん反り腰になってきますので、しっかりと柔軟性を出していきましょう。まずはこのように四つん這いになってもらって、膝を外側に広げます。この時につま先が外側に向いてしまうと股関節痛めてしまうので、しっかりと伸ばしておきましょう。このままお尻をぐーっと後ろの方に引いていきます。すると内ももの筋肉伸びてくると思いますので、このストレッチを20秒間やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。続いても内もものストレッチを行います。このように膝を広げてもらって座ります。膝は内側に閉じるように力を入れて、反対に手で押し合いっこをしていきます。この時に内ももに力が入っていたら OK です。これを10秒間を2セット行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、力を抜きます。力を抜いた時に内ももの筋肉がふわっと緩みます。で、2セット目を行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。が終わった後に股関節の柔軟を確かめてみると、いつもよりも柔らかくなっていると思います。柔らかくなったよって人は反り腰の解消に一歩近づいている証拠なので、そのまま最後まで頑張っていきましょう。続いては太ももの前の筋肉伸ばしていきます。この筋肉も骨盤の前にくっついているので、固まってしまうとどんどん反り腰になってしまいます。このように横向きになってもらって、足首を持って太ももの前を伸ばしていきます。これを20秒間。余裕のある人は下の足で反対の膝をぐっと後ろにキックしていきましょう。これも20秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
10、11、12、この時に腰が反らないように注意してください。17、18、19、20、はい、 OK です。続いて反対側も同様に行います。足首を持って伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。続いてはトレーニングを行います。反り腰になってしまう人はお腹やもも裏の筋肉が弱くなってしまって反り腰になってしまうので、これを解消するトレーニングをやっていきましょう。まずはこのように仰向けになってもらって膝を外側に広げます。このままお尻をぐーっと持ち上げていくと、もも裏とお尻の方に力が入ってくると思いますので、このまま上下に20秒間動かしていきます。負荷が軽いよって人は足を遠くにするとより負荷が強くなります。なるべく上の方までグッと持ち上げていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。そして最後は腰痛の原因にもめちゃくちゃ多いお腹の深部のインナーマッスルと下腹部のトレーニングを行います。これも仰向けになってもらって帰る足にします。このまま足をなるべく頭の方にぐーっと持ち上げていきます。この時に膝が伸びないようにしっかりと曲げておきましょう。これ曲げた時に股関節の付け根と下腹部の方に力が入っていたら OK です。この運動も20秒間行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。すごく重要なので2セット行います。カエル足にして足を上げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。全てのエクササイズお疲れ様でした。このエクササイズが終わった後にもう一度仰向けになってもらって、背中の後ろに手のひらがどのくらい入るかチェックしてみてください。先ほどよりも明らかに手が入りにくくなっていると思います。今回のエクササイズを繰り返し継続していただくことによって、反り腰から来る腰痛や坐骨神経痛、さらにポッコリお腹や冷え性が改善しやすくなって、他にも朝起きた時の腰痛や X 脚や外反母趾の改善にも効果がありますので、何度もチャレンジしてみてください。今回内容が参考になったよという人はいいねとコメント、チャンネル登録もお願いします。また痛みで悩んでいる方、施術希望の方は概要欄の方からお問い合わせをお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。